監督、 G1 昇格決まりました。おめでとうございます。今の気持ちいかがですか？本当にありがとうございます。本当に今日スタジアムにね来てくれたサポーターだけじゃなくて今日来れなくてダゾンだったりラジオだったりいろんな方法でね本当我らを私たちを応援してくれるサポーター本当全員が本当最後の最後に本当にその人たちのが後押しをしてくれてくれたおかげで選手も最後まで走り切りで勝利しラッキーも多分あったと思いますけども、J1 昇格というところを掴むことができて本当に、我々を本当にここまで支援してくださったサポーター本当に感謝しかないです。本当に一丸となって戦い抜いたという感じがするんですが、今日はもう人事を尽くして天命を待つ最大限のことをするしかないとおっしゃってましたが、勝利を手にするためにこの試合栃木ちょっと守備のあたりでも苦戦したところはあったかと思うんですが、選手のプレーをどう振り返りますか？決して栃木が我々より劣ってるとは思っていませんし、本当に難しい試合になるっていうのは選手も覚悟して臨みましたので、必ず苦しい時間あるというところはもう選手も重々承知で、ただその時にチームがバラバラにならないように一つになって戦うということはもう僕も言い続けてきましたし、選手も本当にその言葉通り最後の最後まで本当にチーム一丸で戦ってくれたなというふうに思ってます。先制された後っていうのはどんな風に考えたんでしょうか？いやもうとにかく追いつくしかないっていうところで、ただ本当に前半でね追いついてくれたっていうところはハーフタイムの選手も言ったけど、よく追いついたと、ここからもう一回仕切り直しで我々勝ち点3取りに行くぞっていうところで選手も強い意志を持って、ね、また後半入ってくれたと思います。そのハーフタイムの時には他会場の状況をお伝えしなかったんですね？選手には言ってないですけども、僕は知ってましたけども、他会場の結果は僕からは選手には言っていません。スタッフからも多分言ってはないと思いますけど。その狙いというのは何だったんでしょうか？僕ら勝つしかないんで目の前の試合に集中するということで。そして松本選手のヘディング高い位置で決まりましたけれども、決勝ゴールあのシーンはどう振り返りますか？そうですね、本当このまま あのまま行った時に我々どうカード切っていくかという話もしてた直後の得点だったので本当によく決めてくれたなと思ってます。昇格ゴールって言っていいですよね。そうですね、ただそこまで行くのに、いろんな選手が、汗をかいて泥臭いプレーやってますので、その集大成があのゴールだと思ってます。さあそして今シーズンはちょっと振り返ってみますと、限られたこのメンバーの中でのスタートということになりましたし、簡単ではなかったと思うんですけれども、いかがですか、こうシーズンを振り返ってみると。選手自身も覚悟を持って我々のクラブに残ってくれましたし、でこのチームで戦うんだっていう選手が本当に今日も ここに来てない選手、残って練習今日もねやってくれてる選手がいるので、すいません、そういう選手のためにも今日は本当にいい勝利だと思います。監督は就任1年目、監督としても初の年ということになりましたけれども、一番大切にされてきたことっていうのは改めて何だったんでしょうか？個人個人もちろん選手大切ですけども、まずはチームのために戦ってほしいということは選手にはずっと言い続けてきたので、そのことは本当に今日まで選手がチームのために自己犠牲を払いながらやってくれたなと思ってます。若い力の台頭、そしてですね連敗もしなかったという本当に選手の踏ん張りというところも感じました。もうサポーターの力大きかったというふうにおっしゃってましたけれども、改めてここから J1 の舞台へ旅立っていくこのジュビロ磐田、皆さんに素晴らしさというのをお伝えいただいてもいいですか？そうですね、本当にジュビロ磐田を本当に、声援してくれる本当すべての皆様に感謝したいのと、我々また J1 に行って戦い始まりますけども、そこはまた今年よりもね厳しい戦いが待ってると思うので、また引き続き我々の背中を押し続けてほしいなと思ってます。
本当に素晴らしい逆転でのこの J1 昇格おめでとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。